はい、今日普通ですか。普通だと思います。どんな程度のご相談ですか。これは反物ウール、あ、こっちは反物ですね、はい、これはでシルクウールというか化繊も入ってるって、なんかすごいいっぱい入ってる。あーこれね、昔いいのですよね、これ。このここのって。そう、もう八王子といったら毛織物の産地は、もうこれね、多分もうやってないんですよ、小幅の。あ、そうなんですか。うん、今まだ広幅の方は織ってるとこが一軒か二軒って言ってたけど。あ、そうなんですね。うん、八王子のなんか工業組合。八王子組合見たことがあると思って。八王子も産地やったんや。そうそうそう。毛織物のね、産地。平和の象徴でしょうね。鳩？八王子と言ったら鳩なのかな。知らんけど。これが八ですかね。そういうこと。なんかでも、あれ善光寺だったっけ、あの鳩が入ってるよね。あの字が。あ、そうか。裏はあれか。糊で出たり、ここは。そうでしょうね。ざっと見てそんな汚れとかはなかったんですけど、これって。羽織とかにしても大丈夫ですか。このぐらい。そうですね。張りもちょっとあるし、うん、でもまあ適度なね、滑らかさもあるし、いいじゃないですか。うん、どれどれ。大丈夫です。大丈夫です、ね。どうですか。すごい程度良かったんですよ。うん、本当に。あ、そうなんや。さすが。ポチリ王。いい感じですね、でもね。そうそうそう、うん、そんな、うん、傷んでないし、綺麗な状態かな。食べられてもいない。うん、これまだ洗ってもない状態なんです。もう買ったそのまんまの状態で。うん、そうですか。うん、いや、臭、匂ったら洗おうかな思ったら、あれ匂いほぼせえへんな。そうですね。まあないことはないけど、出るではない。まあ湯のしぐらいでもうさっぱりするかな。ね、はい、食べられてもない。そうそうなんですよ。いい感じです。そうですよね。うん、羽織にしましょうか。はい、まあ一重ですね。はい。はい、了解です。長さもまあ普通22メーターあったんで。ちょっと余りますね、じゃあね。だっけ、私前、なんていうか見たけど、そ、長さってと、うん、あの前のシュクールが、したね、ちょっと短い。私、これより多分ちょっと短め。羽織の丈ってちょっとずつ短くなってる感じですよね。そう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 、ご存知のように。あ、まあね、ちょっとふくらはぎにもうかぶんなきゃとかいう人はもうだいぶ少ないと思います。膝裏ぐらいですか。そう、膝が隠れるか、まあまあそれよりももっと短くてもいいっていう人もいるくらい。多分あの緑のシルクウールは多分膝よりは上やったと思う。まあ二尺三寸ね。二尺三寸やから86ぐらい。お、すごい。86、87ぐらい。二尺三、そう、87、正解です。このぐらい。うん。どうでした、そのぐらい。それでも今が多分今これが膝、ちょうど膝ぐらい。あ、そうですね。それね、膝のとこ。うん。ぐらいな。これで何本で作った。覚えて。測りましょう。測っていただく方がいいですね。はい。長くてもでもこのぐらいでしょうね。そうですね。うん、はい。どう。これは長さ指定して言うたんだけど、もう適当に吉根にやってくれるみたいな。多分膝ぐらいって言うたんやと思うね。多分おそらく、おそらく、おそらく、おそらく。まあ245かな。245だから前に作ったのよりはちょっと長い。一寸五分。二尺四寸五分やった。俺と一緒やで。俺二尺四寸五分。245。そう、前のは230。一寸五分。
6センチぐらい長いですね、こっちの30、まあ長くてここぐらいで十分ですけど、まあどうだろうな、どうやろう、広いかな、まあ、ちょっと張りのある生地ですから言っても、うんうんうん、まあ長い、まあこれもね同じような感じだと思うんですけど、そうですね、うん、ちょっとぐらい短くてもやっぱり着やすいぐらいじゃないかな、そうですね、確かに、うんうん、と思いますね、そうですね、ちょっとこれよりちょっと短い、短くしましょうか、うん、まあ、まあ前と同じぐらいでちょうどいいぐらいかな、うん、前のがこここのぐらいなんです、こんだけ短いんでね、うん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 、じゃあそのぐらいにしようかな、行きましょうか、一重やし着やすいですよね、このぐらいの方がね、うんうん、多分こうふわっとね、うんうん、してるし、うんうん、針はでも同じぐらいなんかな、同じ、ね、結構ありますよねこれね、針が、うんうん、同じ感じやね、あのこの間のシルクールは結構なんていうかな、ふわっとしてるんです、うんうん、こっちは結構なんか針かなり張れます、うん、もうこれでこんなんですから ね、 ね、あの短めにしといた方がまあ気兼ねなく、ね、気がですよね、はい、じゃあ230で決定、はい、はい、これはどうするかな、あれかな、あ、どうするかなっていういつものあのパターンではなく、どうするかな、シルクだね、いや、これはちょっともったいないでしょ、うん、これはね、エチゴなんですけど、うわ、どうしようか、高島さんです、高島さん、本気のやつだで、どうしようかなと、で、白って着にくいから色つけたいなと思ってて、はい、で、色とかやろうと思ったらどうしたもんか、その辺のやり方もよく分かれへんしっていう感じで、とね、朝の場合は後染めは、うん、難しい、うん、定着がしにくいから、そうなんや、まず洗うのはやめた方がいいのと、あ、そうなんや、洗えなくなっちゃう、どんどん取れて、朝が洗えなくなると朝じゃねえじゃないか、そうやな、じゃあどうしようかな、白のまま着るか、うん、寸法さえ、これ丈もいけてるんですか、丈がね、ちょっと短い、こんなに入ってますけどね、そうです、だからあの出すの全然問題ないと思うんですけどね、あ、そう、抜けるだから抜けるのかな、私あの、 結構長襦袢、白の長襦袢を染めたんですよ、はいはい、朝の長襦袢を、あ、はいはい、そうするとやっぱりずっと抜けてる色がですよ、それはあの、まあ、素人染めやからかなと思ってたんですけど、あ、まあ、それもあの素人染めでも多分あの染料的には多分あの、うん、なんだろう、取れにくい方の染料だとは思うんですけど、うんうん、まあ、その後の定着の作業がやっぱどうしても弱いっていうか、そうですね、で一応定着言われた通りには、うん、変えたり通りにはやるけど、ね、まあ、その辺で手芸品屋さんで売ってるこれ材料ですけど、に定着液あったり一定のパターンなんですけど、やっぱちょっとね取れやすい、取れやすいんですか、取れやすいんですよ、そうなんや、難しいですよ、でまあもともとこれもその、うん、多分今みたいに朝だから洗おうぜとかねではないですよね、うん、もうもともとこれ洗わないでくださいねっていう感じで、はい、だからもうセブセもちゃんと絹ついてるし、昔はそんなジャブジャブこれ洗ってないし、多分これ絹糸で縫ってるでしょうし、あ、はあ、だから洗うとツンってなっちゃう可能性がある、多分あのキュ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 ってキュって、ああ、そうなの、ポツはすぐ出ちゃうと思いますね、はいはいはい、まだ来てないんで、そう、手入れとしてはもうほんと霧吹きでとか汗を飛ばすぐらい、昔の人は汗かかなかったのかなか、着ないかいやいや、だから着なかった結果が今ここにあるんですけどね驚きの白さ、ね、ちょうどよかった、ちなみに今これ何本ありますか、見たっけ、はい、見たっけ、ちょっとざっくりですけど、三弱六寸、正から三弱六寸、三弱六寸が135しかない、そう、うん、ちょっと短いですね、うん、ちょっと短すぎますね、短すぎますね、夏で怖い、ね、夏や言うてもこれぐらい上がりますからねすねに大きいですね、
出すのは全然問題ないですね。前も後ろも行さん入ってますよね。でまあこれ加工日と同じぐらいのサイズの立ち目のって、え前も後ろもですよね。そう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 。じゃじゃっと。ここにじゃなきゃ帯締めちゃダメなパターンですもんね。こうもダメだ。ピンポイントでここをかぶせないとダメです。自分の腰のラインなんか関係ねえぜっていう。俺に合わせるんですこれは。ダメでしょこれは。白いまま着るか。白のまま着る。うわーすげえ。白な。でも洗えないんでしょ。いや染めたら洗えないからもう染めずに白のまま着たらもうあのいやあのサイズ直ししてもらってもうバンバン洗う洗えるようにしてしまうか。そしたらこういう濃い色のオジュバンをですねこの下に着たらどうなるかなっていうこういう楽しみ方ちょっと色ここでねなるほどそういう楽しみ方は。ちょうど彩花っていうねおじばんあるんですね。これ今年の、はい、もうすぐあの何注文受付終了になっちゃうんですけど、この縮みが入ってる。そうなの。はい。あっという間に売れるんや彩花。そうだ。もうあとこれ今からあの糸を染めるとこからその受注した分だけ折るっていう。はい。だからもう受注期間がもう決まってる。そうなんですよ、はいはい、今から頼んでも折り上がるの5月ですからね。あじゃあでそこから仕立てやからもう夏切り、ね、そうあそういうことか。でも今までのよりもこう脂肪加工してるんで縮加工してるからちょっとサラッとしてる感じ。え今まではサイカは脂肪なかったんですか。サイカはねつるっとした平織りなんですよ。あそうやったんや。なんて映像でしか見たことなかった。ちょうどここにありましてね。なんでどこの通販ですか。どこの通販ですか。これこの平織りつるっとして。そう。サイカって平織りやったんや。そしたら結構張り付く感じですよね。なんか汗かいちゃって。そんなことない。でもこうパリッとしてるから逆にこう、うん、これ自体はもうずっと張った感じが。あはい。そかそかで。どっちかやったらあの結構しっかりしたあの方の糸なんで、うん、割とずっと張りはキープしているっていうところね。これつるんとしてだからそれを初めて今回は縮加工って面白そうってやってみちゃうっていうノリなんです。襦袢で幅でも脂肪のかかり方は弱め。すごい弱いと思う。でも一応あれですよ、あの湯もみのあのおじやの着物と同じようにしてるんで、うん、これはもうちょっと洗ったら多分ギュッてちょっと立つかな。なんですよ去年までバージョン今年までそう。しかし襦袢やから派手やなさすがに。あえて言ってんですよこれで、ね、あえて長着を使ってみてください。そんなやつはいねえわ。まあとりあえず、まあ、男もんなら長さ的にギリギリ作れるかな。女性もんは 10.5 しかない、うん、短いんでね作れないんですよ元々が。そういうもん幅は多少あるけど。そうじゃあスカシロで夏になったら白欲しくなると思う。今はあれだけど。いや今ん今これ着たら死に装束いや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 。もうギラギラの時はもう色に助けてもらわなきゃで白もやっぱええなみたいな。なると思いますよ。ちゃんとかすり入ってるし生きるかな。このかすりが太陽 の光でもう飛ぶぐらいもう熱いんでしょうけど、そういうのいいですよ。これで越後上布っていろんなバージョンがあるんですか。あのもう完全あの、伝統工芸品のものから安いところまで、はい、いやまあ多少ね、うん、越後上布、まあ、これ一応ね消費ついてたんですよ越後上布って、はい、ちゃんとした消費ついてて、まあ高島やしまあそうなんやろうなって思って、まあ、多少はランクありますけどね。そうなん、うん、でも本当にもうこうなんか床に座ってこないやって追ってるやつあるじゃないですかはい、はい、あのもう年に何たかしかない、うんでも雪ざらしは多分ねしてると思うし、うん、この白さ。雪ざらしをすると何が起こるんですか。なんかねその化学反応っていうかなんていうか、うん、殺菌作用みたいなんですかね。綺麗に真っ白になるんですよね。あの黄ばみとかあるじゃないですか、はい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 、あれとかもあの本当雪の上にこうやってやってると、うん、綺麗にだから漂白作用みたいな、はいはいで雪でなるんですって。それを昔の人はもう先んじて
分かってたみたいでね。そうだった。で、それを白い布を作るためにやってた。じゃないのかな。でそれで白生地をそれで仕立ててんでその後に染色するとかいう感じなんですかね。そうじゃなくてどうなんだろう。どこまでかね、そこまで詳しくはね分かんないですけど。まあいいや。黄色いのも白くなっちゃってるんですよ。へーと思って。はいはい。ピロンピロン白できる。ん、え、白で着る、白で着せんねんかな。まあ少なくとも家におって家で着る分には全然あれやし、まあまあまあね、家で着るにしてもちょっと短すぎるしな。ちょんちょろちょん、まあ何しろこれがちょっと恥ずかしいポイントかもしれないですね。これがそれ一番確かにすごい恥ずかしめ、なんかついてますよみたいな。いやー、どいてしたサイズ直ししてもらってうん、であれなんて半襦袢切りやったら裏あのあそこつけてもらう。あ、そっか、半襦袢切るよな。半襦袢やんな、長襦袢じゃなくて、ね、これはでもまあまあ長襦袢の方がいいですか、やっぱりこれ見えるから。あとはね、これだいぶ上の方ですね。あ、そうね、うん、だから帯のここにここって、なんか帯に本ありますけどみたいな。そうそうそう、腹巻きですかみたいな。ベルト地帯の方にありますね。これはダメ、やっぱり仕立てな、仕立てなかね。じゃあその方向で、ね、あの洗える糸で縫えば、うん、さらに安心だし、解、はい、いて、解いて、でも長襦袢やで、あんまり意識当てこれだったらつけないのが、まあ、方がいいです。もう見た目、見た目だけです。もう突っ張っても見た目、うん、だからもうそんな家で着るよりもやっぱちょっと灼熱の太陽の下で、どう白いので、そうさっぱりした雰囲気だと。ちょっとこじ見とくわ。じゃあ長襦袢はあるけど、グリーンとかあるよ。あるあるある。ああ、いいじゃないですか。その方がいいと思います。じゃあその方向でいきましょうか。行きましょうか。立て直しの意識当てなしで、うん、灼熱の大阪の太陽の下できますか。そうです。カンカン棒とあとかき氷かなんかと、はい、ラムネと、ほら似合うでしょ。でも入ってカランコに。あ、そうですね。もうあのそのシチュエーションを楽しむためだけ、汗ドボドボの。ちょっと一周コンビニアンス買いに。そうしましょう。じゃあそういう方法で。はい、終わりました。ありがとうございます。じゃあやります。だからあれですね、仕立て方はもう本当、うん、あのこれちょっと一重の絹物と一緒だけど、はい、まあちょっとミシンは。どうですか、ミシンちょっと怖い気がするけど。あ、そうね、うん、手でいいですよ、見たらしましょうか、はい、ね、ちょっと物が物だけにな。普通のあのおじやのね、チヂミとかの、うん、安いのなら、うん、まあいいでしょ、潰すだろうし、うん、みたいな、き潰すだろうみたいなんで、多分き潰しますけど。そうですか。ほぼ確実にき潰しますけど、丁寧には絶対に扱わないです。明日出て、これもこれでも早くに選んどいてもらってよかったです。 今からちょうど切れますね、はい、そうですよね、うん、お互いの絞り方も分かりますかね。絞ってます、絞ってます、絞ってます。すごいな、やっぱりね。この前のやっぱ初市の時も結構人気ありましたね、うん、あ、そうですか。だってなんかもう木綿にパッと見見えないですね。見えない、手間がかかって、うん、すごい今切れるんです。そうだね、うん、結構しっかりしてますよね、これ。一応ね、やっぱ今仁さんのもともとがただ絞りしたおかげでちょっとなんかこう柔らかい雰囲気にはね、うんうんうん、なってます。他のはね、大体もうガチッとしたですね、うん、そうですよね、うん、なんか硬い感じがする、うん、ちょっとなんか、うん、ちょっと着やすくもなって。そうですよね、いいじゃないですか。綺麗。そう、私もね、どれにしようかなっていつも悩みつつ、なんかずっとなんか藤井さんのところにも着ていけないしなどうしよう、喧嘩ぶっ飛ぶですよね。でもこれ私買った時にちょうど藤井社長がずっと喋ってて、ああそうですか、これむちゃくちゃいいですよねっておっしゃってていやいや、でもやり方がわかんないんですとかっておっしゃって、これどなんか 旗の途中で絞られるから、絞れるんですって言って、あそこにさんの機械があって、だからこんな
変わったものができるんですよ、とかこんな値段ではできへんっていう、うちんとこでは機械でやってるからこの値段でやけどって、そうか、うちではうちではこんな値段では出せないからってすごい言ってありましたなみたいな、これを持ちつつ婦人社長と喋るというちょっとレアだ、すごいですねすごいすごい、失礼しました。婦人社長もね、褒めてはったんで、そうそうそう、すごい、これはすごいと思うって言って、安すぎるぐらいですよね、うん、この手間考えたらね、うん、そう言ってもというもんでした ね、いい色です、はい、はい、じゃあ片貝木綿の絞りでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい。ということで、はっかけを選びましょう。はい、ここは使わない。ここはちょっと違う柄が入ってるんで、これは見頃には使わないで。別のとこに隠しパーツで使うとして、八掛けをどう選びましょうかね。まあ、まず柄を合わせてみて、はい、うるさかったら文字にする、はい、柄からいきます、柄からいきます。今アルパラちゃんは色が、これもいます、一松シリーズ、一松シリーズ、なんか見たことある気がする、一松グレー、一番シリーズ増殖中です。いっぱいある、はい、色はこっち、これ薄いからちょっとね、見えにくいかもしれないですけど、これは何色だろう、オリーブグリーンみたいな茶色、全然わかんないな、これ茶茶、薄い茶、まあ、あのドローシマなんでね、ちょっと合いますよね。これは黒、黒、パチッとした黒、かなりはっきりと、目がチカチカする大丈夫、赤目だからあんまり見えないはず、洒落てますよね、本当にチラッと、結構目立ちますよね、でもね、あ、そうですか、うん、まあまあ、風が吹いたらピラピラしますからね、うんうん、こんな感じで、まあ、こうチラチラだけど結構目立つ、でもつけるんならあるところだったら、この大島だったらはっきりしてても負けないんじゃないですか、チラチラか、うん、あのこうね、もうちょっと柄大きい緑ちゃん、はい、これは茶色ですね、で、あの地もうっすら薄いページというか、はい、どうでしょうね、だいぶカジュアル、うん、色ではいいと思います、ちょっと黒よりはきつくない感じでね、これは G ももうちょっとこっちの方が濃いんで、馴染むといえば馴染むでしょう、いうのはこれ。おお、ドット。ドットは大好きです。はい。なんかあの色もすっきりとしてるし、ちょっとおしゃれ、さりげないおしゃれに見えません？これ。うんうん。あ、かわいい。すっきり。あ、これじゃないって思ってたんですけど。あ、そうですか。実はいいじゃないこれ。うん。グレー。が色違いだったらこっちもいます。
グレーがスタイリッシュで。わかるかな、これ。ドット感。悪くないと思います。ちょっと可愛さが増すかな。ああ、可愛い感じですね。うん、可愛いは可愛いでしょ。でもある、うん、でもなんとなくこっちの方がっぽい気はするんですが。そうですね、帯のことを考えたら、うん、ね、さりげなくこのぐらいなら色が入ってるっていう感じ、うん、邪魔しないですよね。まあ、あんまりね、黒に昔は大島に金茶とかいうパターンで、うん、そこまでは金茶ほどじゃないけど、割とちょっと色がこう、なんていうかな、こう散らばるっていうか。これはこれで可愛いんですけど、ね、可愛い感じですね、はい、でも色の雰囲気で言ったらこっちかこれあたりかなという。面白い、面白かわいいか、シュッとかわいいか、まあ、これがかなり、ほら、なんとなくね、こう、あんまり一末だからずっと、うんうん、まあ、特徴がね、どっかにってわけじゃないから、すっきりと着て、あとシンプルな帯でコーディネートとか、ね、栗山さんみたいにこう柄のね、うんうんうん、はっきりしたもので遊ぶんだったら、このぐらいさっぱりしててもいいかもしれないですよね。柄はっかけだったらね。こっちかな。かな、うん、あ、色はどうします。色のも一応候補いってみますか、はい、柄の中ではこの子優勝、うん、優勝柄の部門、うん、この色だったら色ね、渋い方、こういう渋い方とかもね、うん、まあ帯合わせは困らないですよね、うん、全くつまんないやつとかね。黒あのグレー、濃いグレーとかね、うん、全くつまんないですけどね全くつまんないです。まあつまんないというか、進み方もあれだけど、まあ、かっこいい感じですね。まあそう、うん、なんちゅうのかな、もう何にでも合わす大島みたいな感じ、うん、いや、それだったら仕立て直した後でもいいかなって気がするんですよ。最初はちょっと、そうですね、遊んで、ね、飽きたらこういうのにする、うん、もう汚れは目立たん、うん、そうですね、はい、それはそうかも、全く目立たん。ただあと汚れをどんだけつけるまで着るかっていう、あ、すごい、うーん、そこまでってそんなに着ないかな、はい、ちょっとこう渋い色っていう、ね、渋い色シリーズだと こういうのもちょっと洒落てるでしょ。茶色の大島にこんな色つけましたよ。ああ、そっか、うん、まだちょっと遊びっぽく、こうあれかな、無難な感じのかっこいいのよりも、赤毛の手で全然雰囲気変わりますからね、うん、こういうのもね、明るくするならこういうのもありだと思いますからね。ああ、うんうん、軽やかっていう感じ、うん、大体はこう、大島、まあ、どっちかというと濃い色多いし、うん、まあ、ちょっと落ち着いてるじゃないですか、はい、地味というか、そこをちょっと八角の色でもっとふわっとさせるというんだったらね、こういう爽やか、爽やかいい感じ、全然普通に緑もいいかも、でもね、いいんじゃないですか、うん、でもまあ年齢もね問わずいい感じ、緑か、もう一つこんなんでもちょっと爽やか、ね、ちょっとさっきの似てるか、さっきのはもうちょっと薄いですけど、八角としてちょっと落ち着くぐらいならこのぐらいでもね、うんうん、使いやすいは使いやすいですよね。
このぐらいの色だったら別に帯とか小物の色もそんなに気にせず軽やかになりますよね。そうですね、うん、この大島が、うん、見せない方が良かったかな色え悩んできたもう一択で良かったはずなのに渋いとかね渋いのは今度にする。はい、ちょっとだから今回のコンセプトはちょっと軽やかな雰囲気味だもんね。ここまで行くとちょっとあれかな明るいか、でもいいくらいだけど、まあ無難ですね。無難だな、無難で、これはこれじゃなくてもいいんだけどっていう感じがしないでもないな。別にね、まあまあ地味すぎるほど地味ではないんだけど、だいぶ色むいて、緑好きだったらこのぐらいでいいんですけどね。うん、緑系、まあこれも緑っていうか黄緑くらいでこのぐらい明るくしたい感じがするけどな。こう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 、微妙な違うの。地味だこれはさすがに地味だ。ありだと思いますよ。黄色かわいいですね、うん、明るくなる。これねつけてたんですよ、この手のやつを。大島 に持ってる、もっとあの飛び柄の大島で、もっと黒いんだけど、うん、黄色いのつけてて、うん、いい感じでしたよ。へ、確かにちらっと黄色が見えたらかわいいかも、うん、かわいい。ポップみたいですね、うん。別にそんなにね、色ごちゃごちゃとかそういう感じじゃなかったですよ。まあふわっとした、まあ、テイストになりますけどね。別にそういう風にコーディネートすればいいだけなんで、ちょっと白っぽいあの帯したっていいし、かわいい帯が合うかな。どっちかしたらゴージャスな色のやつより。袖口からもちらっと見えるんですもんね。ええ、見えます。困った、困った、困っている困っている基本的に困りましたね。割とこれ急上昇じゃないですか今。うん、意外に黄色はちょっと考えてなかったな。いいんですよ、いいんですよ。ただ困っちゃうなっていうだけで、無難に行くか、多分系統として、まあちょっと色はあれですけど、シンプルなすっきりか、かわいいか、これ無難なコース、うん、いつまでも大丈夫。まあこれ秋田帰ればいいですけど、まあここからあと10年15年全然いけんじゃないかな。でガラちゃん、君もちょっとまた合わせてみようか。これはこれで、これいいじゃんって感じじゃないですか。うんうん、これもいい。おしゃれさん、うん、神戸元町あたりをこれでアフタヌーンティー、いいですね。おキャンな感じ、知らんけど。おキャンって何ですか。わかんない、今初めて使ってみた意味もわかる。おキャン来てるでしょ、これはこれで。あるでしょ。あったかな。黒猫ちゃんにはこのジーロぴったりですね。あ、本当だ。ね、あ、
とは肉球の帯揚げして、うん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 、白に赤ポチポチでもいいし、私まだあの中川画伯の帯揚げ使ってない早くしないともうお正月が終わってしまう終わってしまうまあいいや、猫ってことにして使おうと思ってあと12年後までお楽しみを。いや、次12年後って考えたらちょっともったいないからもう、もういいかなと思って猫です、猫猫ですという手で猫でいいと思いますよ。3択ぐらいじゃないですか、これでも。このドットが次に何にって言ったらまたあれかもしれないですけど、まあまだ紬系の洗い張りしてなんかこう蘇らせるとかいうのがあったらそれに使うか。でもそういうのはな、あんまりお金かけてとかいうよりは、ドットにしようかな。これわざわざうちで染めてもらったんですよ、これ。なん6本分も用意しなきゃあかんけど、うんうん、どうする、いやそんなもん、もう染めてください分かった、じゃあすぐ染めるって言ってくれて、いつになるか分からへんとかずっと言われてたんですよ、うんうん、え、これ6本、これ6本、この子はまだ切り売りであったんですよ、うん、で、これをやってくれててあったら、まあ、ちょっともっとパチッとするはずだったんだけど、うん、ごめんって言われたけど、まあ全然それはそれですっきりしてて、バチッとしてるのこっちにいますからね、こういうのね、うんうん、これはこれでかっこいいんだけどな、かっこいいんですけどね。何ですか、これ何しよっかな、うん、美しい着物別冊みたいな、なんかよくわかんないけど全然わからん、なんかムック、なんとかムック、おしゃれななんちゃら着物で仕事のシチュエーションみたいな、なんかあれに出てきそうな、今日は柄はっかけてちょっとカジュアル、わかんないけど、うん、いいんじゃないですか、柄はっかけ持ってないし、ちょっとね試すにはいいんじゃないですか、うん、これが飛び柄のだとまたちょっと雰囲気が変わってくると思うんで、すっきりとしたイメージ、うん、黄色かわいいな、黄色はっかけ、じゃあ次の大島なんか出てきた時、次のなんかもっとひょっとしたら地焼きってあのこう黒葉が多いもんだと余計とこう映えますよ、うん、黒が、これどっちかって言ったら黒もちょっとこうかすりで薄まってるじゃないですか、うんうん、真っ黒じゃないですかね、うん、それの時にまたそういう色気、うん、またでももっと黄色いのとかもね、卵色っていうかそういうのでもいいでしょうし、割と黄色と黄緑とのなんかその間くらいのじゃないですか、うん、黄色かわいい、うんね、これはこれで、はい、ありじゃないですか、まあ、次のなんか濃いちょっと織物の紬の時に、うん、またこういうのもちょっと合わせてみたらビシッとくるのがあるかもしれないですね、うんうんうん、楽しみ、なんかあったかな、うん、取り出してくださいだいぶ直しましたね、でもね、うん、ほぼほぼないかな、濃いものの方がいいですね。グレーみたいな着物にこれ、こういう合わせよりはね、メリハリこういう方がいいじゃないですか。もうちょっと合うか。よし、じゃあよし、優勝は水玉で決定。ドット。ドット。全然わかんない。すごい細かいですからね。わかるかな。こういうやつです。これ、うんうん、はい、いよいよ多分あの1着分になっちゃったんで、また染めてもらうまでちょっと出てこない。じゃあ人気なんですね、割と合わせやすい、うん、よし、じゃあこれでいきましょう、はい、はい、ありがとうございます。次は
オリジナルもんの相談です。もう色は至ってこうシンプルな、例えば普通のねこの入れ方、うん、これ一番目立たない、うんうん、徐々に線で目立ってもっと目立たせてとかいう入れ方でもまた雰囲気変わりますけど、うん、これのあとこうグラデーションとかね、いう感じで色を入れるっていうのが大体多いんですよ、うん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 、グラデーションか、うん、ただこれだとちょっと難しい、うん、まあちょっと空いてるんでね、どうするかってそこの問題と、あとはまあこうね言っても青い、まあ、葉脈とかあって、葉っぱといえば葉っぱだから、うん、まあ緑に寄せたいとかっていうのもあるし、うん、でも別に緑じゃなくてもこれ全部統一して違う色でもいいでしょうし、すっきりグレーでもいいでしょうし、もう色はいくらでも、銀の人もいるし、うん、周りだけ銀紙で丸の雪輪にして中を色にっていう方もいます。うん、グレーとかってやるならもう全部統一がいいんじゃないかな。スッキリとか可愛いキリとしようかな、黒だし、まあ、あの多少呪文が浮き出てますからね、生地自体、うん、あ、そうだ、結構光沢ありますよ、はい、白に近づければ近づくほど、まあそれはちょっとまたそれはそれで目立っちゃうのでね、うん、本当にグレー系、グレーでもこうちょっと、まあ、赤みじゃないけどね、こういうグレーもあればこういうグレーもあれば、こっちの方が目立たないとかね、うんうん、ここまで薄いと白じゃないみたいな、ここちょっとキラッとしたいんですけど、キラッと、キラッと、多分ここの中だけ原子チッチッチッって入れてもらうのでいきますよ。あ、じゃあそれで、うん、はいこことかね、そこはプロにお任せして、はい、いいように、はい、ちょうど羊さんモケモケでいいかも。パウラ。パウラじゃないんですけど。あ、50番。これは、タンスから出てきたので、これのものから全然わからない男物の襦袢ですね。の袖がないやつです。あー、どうした？袖ない。袖何かに使ったのかな。裏にはバッチリ、この鈴が可愛いと思って、そうですね、生地はまだいけますね、いけそうですか、はい、だいぶこのスズメちゃんがバンとバンとね、この正面に、はい、まあ、ここのイメージ、ここがそういく感じですね、はい、あ、スズメいないじゃないですか、ここ、ここびっくり、ここ片山にはスズメじゃありませんでした。スズメちゃんはここにいたっけ、ここだけだけかな、ほんとだ、じゃあここを片山としてちょっと
で足りないから足りないですよね。袖が足りないし。そう。めちゃくちゃ順回りならいけるけど。すずめちゃんを出そうとすると、うん、まあこうなりますわね。うん、こうなっていいんだけど、前がここが襟方が切れちゃってるので、うんうん、まあ例えば返し分を思いっきりズドンと長く持ってこれれば使えないことはないけど、うん、スズメがいないならいらないですできないことはないですよ。だからちょっとバランス的にね、ここもこのぐらいまでの長さが足りない、うん、前は足りない、ここまでか、こういう感じで、あとお袖分はないから、まあお袖は別のにするという感じで、うん、同じ色に染めてください。ああ、なるほどね。絞っていいですか？絞れません、うん、そうか、まあそなたがいいですしね、スズメちゃん。ここでいきますか。黒だったら、うん、歯裏の剣ですけど、これだったらこのすっきり白赤とか、これが買えそうなんですけどね、バシッと黒にめでたい感じ千鳥が可愛く、鳥関係で言ったらね、別に鳥をしなきゃいけないことはないんだけど、こうメリハリが効いてるから、うんうん、割とカシメアとかウールとかああいう黒いものにこれパッてつけるとなんかはんなりしてテンションが上がるとか、ね、まあ、これは使えないことないけど割と地味地味になるかな、かっこいい方かな。染めちゃえばお袖も取れるし全然地味でいいんですよ。いいですか？はい。袖分だけじゃ染めて。スズメがいない。他にあんまりいないですね。どこにいるんですか？袖にいたのか。別にスズメ大した思い出なかったのかな。うん。でも。なんかこう本当はここにいてほしいぐらいなんですけどね、うん、前もいないし、なんとなく絞ったみたいな。どこにもいません。いませんね、うん、じゃあ誰かの DNA を引き継いであげましょうか。これを移植、ちょっと一辺ほどいてみます。洗ってください。はい、あ、ほどいてみる。うん、あ、うん、これあれか、広幅だ。はい、なるほど、了解です。で、ついででこれ染めて、はい、お袖分取ってやりましょうか。あれ、あれもともと着物だし大丈夫なはずだけど、大丈夫かな、長さ4尺、大丈夫か、4尺引く2尺6寸、1尺3寸、ちょっと当たってみます。まあ、ついでも良ければだけど、あの、羽裏があります、うん、で、こう返し分あります、うん、わ、ここ足んなかった、こんだけ欲しいのに返し分なかったって言ったら、まあ、ここに足すとかもありますけどね、うん、まあ、これの余ってる生地とか、うん、まあ、できないことはない、はい、やっておきましょう。じゃあ、はい、その作戦で、はい、じゃあ、門は、じゃあ、はい、これをこのグレーで止めて、そこにちょいちょいっと細工をすると、はい、ということで
やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。これね。OK。はい、OK。ありがとうございます。終わりかな？はい。あとは。